新居浜市内の通信制高校新居浜高等学院の文化祭が今年も赤金ミュージアムを会場に行われました。新居浜市栄町の通信制高校新居浜高等学院、毎年この時期に開催している文化祭が26日赤金ミュージアムで行われました。今年の文化祭は多目的ホールをメイン会場とし、ロビーでは学生の日頃の活動を写真にして展示したり、チャリティーバザーが行われました。ホールでは初めに愛媛県警交通機動隊東予方面隊真鍋公隆隊長が交通安全に関する講話を行い、映像上映などで飲酒運転撲滅の意識を高めました。きっかけとなっていただければですね、大変嬉しく思います。それでは今日はですね、7割ぐらいの方が免許を持っているということ。続いて伏線空手戸田道場の子どもたちによる演舞が披露されました。戸田道場の青野大輔さんは、新居浜高等学院さんの世界を創造する人材を育成するという社是に共感して今回参加することに決めたと話してくれました。また愛媛県警察音楽隊による吹奏楽コンサートが行われました。愛媛県警察のさまざまな部署から集まった30人近くのメンバーが吹奏楽でおなじみの曲を次々と披露。会場に集まったおよそ200人の観客を盛り上げました。また会場内から指揮者を募り、子どもたちに体験してもらうなど交流を図りました。新居浜高等学院には現在1年生3人、2年生4人、3年生2人の合わせて9人の生徒がいて、この文化祭も実行委員会を中心に企画されました。事務局の渡辺さんは、来年以降も新たな企画で文化祭を実施したいと話してくれました。それでは皆さん、もう一度